ready. What's going on, guys? Welcome back to the channel. Welcome back. I know it's been a while since you guys have seen reactions from Monster on the channel. I see every, you know, comment that is asking, when is the next Monster? It's the reason why I put out update videos, but it's not your fault. It's really not your fault. It's really YouTube that is giving me a hard time right now with the channel. I don't know what's going on. They're just not sending out my notifications. It's like my channel is broken. And as I said, in the update videos, I will be recording my reactions in the background. So when things get back to normal with the channel, I'm testing every day to see if you guys are getting the notifications. So far, no good. Still haven't been fixed. I don't know why. I can't sit here and tell you that I understand what's going on, because I don't. But I am going to truck on with the reactions in the background for you guys, so that when things get back to normal, you guys can have a lot of content to look forward to. And it works out a little bit better for y'all, because once y'all won't be complaining anymore. Oh, when is the next? Yeah, you'll just be getting content constantly, and you're gonna be like, oh my god, this is what I've been waiting for. Yes, I am recording a lot in the background, so be patient. I don't know why I'm saying be patient, because you guys are not gonna see this video until it's actually out. But thank you guys so much for those of you who have been patient with the channel. And now hopefully we're here in a spot where things are back to normal on the channel and we can do this. So we're just gonna jump in. I'm just gonna jump in because I just want to watch Monster. I haven't watched it in a bit because I've been fooling around with the channel. But in any case, hopefully we get back on track when I need to. So let's go watch the episode, and I will see you guys after for the review. Reception の招待客リストは？はい、手に入りました。あの時点での参加者、それぞれの位置もほぼ把握できました。やはり犯人の狙いは州知事でしょうか？参加者は要人ばかりだ。ほとんどに敵がいるだろう。とにかく犯人との接点の洗い出しは続けろ。フランクフルト署は例のコンベンションセンター発砲事件で大騒ぎだな。ええ、死んだ犯人の身元は分かっても誰を狙ったのかが分からないんですよ。おお、犯人の身元分かったのか。ええ、再開発地区の歯科医ですって。歯医者か、嫌だな。どうかしました？いや、定年後まず行こうと思ってたのが歯医者なんだ。毎日毎日忙しくて今まで行けなくてね。物騒な歯医者はごめんだな。警部、こっちです。あ、ああ。ノルトラインベストファーレン州警察のバイスバッハ警部です。 I had a new character again. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ラインハルト・ディンガー42歳、職業タクシー運転手。ギュンター森林公園における乗客殺害容疑及び97年ウィルカー投資銀行行員殺人事件、96年ホーフガルテン殺人事件、95年ライン下半殺人事件、いずれもデュッセルドルフ近辺で起きた殺人事件で容疑者として手配中。よって同容疑者をノルトラインベストファーレン州に移送することをここに申請する。おい、準備はいいか？はい。
出なさい。よし、行こうか。何か飲むか。いや。うん。禁煙だぞ。この車両は禁煙だって言ってるんだ。あ？ああ。その道徳心でもって真っ当に生きてりゃな。お前、その手で何人やった？かけがえのない命を指で数えられたんじゃ、殺された人間も浮かばれんな。俺はこれが最後の仕事なんだ。明日で定年だ。まあ地味な刑事人生だったが悪くはなかった。これからは女房と庭いじりでもしてのんびり暮らすさ。人生ってのはそんなもんだ。お前がそういうささやかな他人の人生を壊しちまったこと悔いてほしいよ。俺に唾を吐くような人間でもか。アドラー通りで乗せた客は降りるとき唾を吐きかけたんだ。まさかお前それだけで。人に唾を吐きかけるなんて人として最低だろ。ゲレスハイム駅から乗せたカップルなんてもっと最悪だ。俺の車の後部座席で本番始めやがった。俺の車の後部座席でだ。だから二人とも殺した。At least he's being candid about it. 料金を自分の体で払おうとした売春婦。Oh, damn. 他人の悪口をまくし立てる化粧臭いババア。いろんな奴が俺のタクシーに乗ってきた。奴らみんなクズだ。だから殺した。それじゃあ一つ聞くがな。ビルカー投資銀行の銀行員殺しはどうなんだ。彼のどこがクズなんだ。勤勉な仕事ぶり、誠実な人間関係、家庭を愛するあの銀行員。お前が彼を殺したおかげで彼が告発しようとしていたある財閥の収賄スキャンダルは闇から闇だ。あれは後味悪かったな。うん、見ろ、偉そうに天柱みたいなことを言ってるが、所詮自分を正当化しているだけだ。あれは仕方なくね。誰かに頼まれたのか。それは言えないな。禁煙だって言ってるだろう。二度と俺の前でタバコを加えるな。殺すぞ。何がお前をそうさせちまったんだろうな。俺はもともと正しい考えの持ち主さ。ただそれをちょっと後押ししてもらっただけさ。あの日、男が公園で犬を散歩させてた。犬がクソをしただけで、その男は犬を蹴りつけた。蹴られている犬は怯えきっていた。クソをしただけなのに、俺は男を止めた。気がつくと俺は警察に取り押さえられていた。そこへ一人の男の子が現れた。で、その子は警官にこう言った。その人は悪くない。犬を連れていた人の方が先に手を出したんだってね。
それで俺は警察に連行されずに済んだ。俺は男の子に礼を言い、家まで車で送ろうと言った。ところが帰る家なんかないって言うんだ。おまけに公園の茂みから妹まで連れてきた。双子のね。まあしょうがないってことで。That's what I was saying. That's how he looked. That's how I was like. I was thinking that it was Johan in the wheelchair. 二人ともパジャマ姿だった。まるで病院から抜け出したみたいだったよ。そういや男の子は頭に包帯巻いてたっけ。あの夜飯を食った後ニュースを見てた。いつもの独り言のように俺は悪態をついた。くだらない世の中に、くだらない連中に、クズは死ねってな。そしたら男の子は何と言ったと思う？あなたは正しいって。そしてこんなこと言うんだよ。そんな人たちいらないよ。俺はその時解放されたんだ。いい加減にしろ。それでその時からお前は殺しを開始したっていうのか。お疲れ様です警部。おお、最後の仕事も無事終わりましたね。あとはデスクを片付けるだけだ。本当に長い間ご苦労様でした。なんか気が抜けるよ。まあ未解決の事件もあったけど。どうしたんです警部。妹まで連れてきた。双子のね。二人ともパジャマ姿でさ、まるで病院から抜け出したみたいだったよ。あの晩のこと思い出せないかな。何でもいいんだ。君が覚えてることなら何でも。君の名前はアンナ。Yo, アンナ・リーメル。Now that they're showing it, I remember this guy. そういや男の子は頭に包帯巻いてたっけ。あの双子の兄弟がどこにもいないんです。警部。 He remembers。 その子供たちにいつ会ったかって。そうだな、11年ぐらい前かな。どんな、見た感じはどんな子供たちだった。そりゃ綺麗な顔のブロンドの双子さ。ん、なんてこった。あの時失踪した双子の兄弟、ドクター天魔事件の重要な鍵を握る双子。参ったな。He got old. He just looks so. He looks a little different, but. 30時間か。吸血鬼か。なるほど。それで13人も。君は血を吸わなければ生きていけない。しかも処女のな。なるほど。それじゃあ一つ聞くがね。3ヶ月前の件、フランクフルトの雑貨店の娘、フリーダ・シェリング。彼女の血も吸ったのかい？いや、確かにね。君の言う通り、これまでの君の相手は少女ばかりだ。しかも、ご丁寧に彼女たちの素行調査までして襲っている。君がいかに処女の血を必要としていたのかがよくわかるよ。ところがこのフリーダ・シェリング、年齢は21歳、見た目じゃまだまだ10代に見えるがね。しかし問題はそんなことじゃない。彼女フランクフルトのザイラー通りのカフェで16の時から働いていた。そこは名門ギムナジウムのすぐそばでね。彼女そこの男子生徒たちのマドンナ的存在だったようだ。だが17の時子供を産んでるんだ。
噂ではギムナジウムの生徒の誰かが相手らしいということだ。出産後彼女の親は雑貨店を開店した。孕ませた生徒の親が金持ちでたんまり金をもらって店を出したってもっぱらの評判だ。知ってたんだろ。その他の件ではあれほど少女たちの調査をしていた君だ。処女の血でなくても吸うのかい。あれは後味悪かったな。なぜ彼女を狙った。本物に会ったんだ。本物。彼に出会って分かったよ。自分などまだ吸血鬼を取り巻くコウモリ程度でしかないと。彼こそ本当の本物だよ。その男に頼まれたのか。誰なんだ。どこで出会った。フランクフルト郊外グリースハイム。そこにどこにでもあるような公園がある。その公園の砂場に彼は木の枝で女の名前を書いた。で俺は実行に移した。誰なんだそれは。だから本物の吸血鬼だよ。Bruh, everybody has these crazy perceptions of Johan. It's nutty. Nida Zaksenshu did the Keshire will get it a Hazanoni. Naze, Kono Yken Dake Frank Furtomade, Demuitanda. Kolemu Uchujin Karano Koshinkai Uchujin wa Kuni Kiakawate, Frank Furtomade, Testo Koroseto Koshin Stanokai.それとも何か他に理由があったのか。クレンペラー氏の経歴もなかなかのくせ者だからね。東西冷戦時に東ベルリンから亡命。ここ数年は食品貿易の仕事もうまくいっていたようだ。ただし彼には東から西へ養子の斡旋をしていたという噂がある。まあ早く言えば子供のいない西の金持ち相手に東の子供を売りつけていたんだ。更新じゃないんだ。直接会ったんだよ。ん？感激だったよ。本当に宇宙人が目の前に立っていたんだ。 UFO はどこに着陸したんだい？グリースハイムの公園だよ。彼の言葉は宇宙の言葉だ。だから僕に分かりやすいように砂場に文字を書いた。あなたにも味わわせてあげたいよ。This is crazy. It's kind of nuts because it's like Johan uses all these people to kill other people. いよいよ定年まで秒読みになっちゃいましたね。どうせ厄介払いぐらいにしか思ってないんだろう。その通り。だから今日はめでたい厄介払いってことで、ハッと飲み会やりますよ。なんだか悪い酒になりそうだな。あの男は。ああ、ドクター・ギーレン、犯罪心理学者だそうです。例の連続殺人のタクシードライバー、ディンガーに面会に来たそうです。誰かの依頼か？いえ、論文のためとか言ってましたよ。その道の権威とかで、お偉方に顔が利くらしくてね。で、君は自分のタクシーから降りるとき、唾を吐いた客を車で引き殺した。ああ。取り調べで何度も話してるが、俺が殺した連中は、いらない連中なんだよ。俺の正しさがあんた方には分からないだけさ。正しさか。じゃあ、一つ聞いてもいいかな。いつも取り調べで饒舌な君だが。ことビルカー投資銀行のオーペルト氏殺害に関しては歯切れが悪いようだね。他の殺人に関しては君なりの正当性を述べた供述が記録されている。だがオーペルト氏の殺害だけ明確な理由を一言も述べていないんだよ。あんたとはもう話したくない。
どうでした？ドクター・ギーレン。バイス・バッハ警部です。ディンガーの口から何か学術的に興味深い発言でもありましたか？いや、これまでの調書の枠を出ませんね。では。実は私もあの男からどうしても聞き出したいことがあるんですよ。私は今日定年を迎える身なんだが、これを聞いておかないとどうにもすっきりしない。学術的に見てどう思います？え？怪物のような子供がいて、それが成長して子供の頃世話になった男のもとへやってきて。怪物のような子供？いや、まあ子供向けな話なんだが。詳しく聞かせてください、その話。なんだよ、二人揃って。そっちの学者さんとは話す気はないと言ったはずだぜ。私はまだ刑事だ。今日いっぱいはね。これは取り調べだ。昨日も聞いたが、例の双子の話だ。その子供にお前解放されたって言ってたよな。もしその子が成長してお前の元に戻ってきて何か頼み事をしたとしたら、お前はその頼み事を聞くか？さあどうかな。ビルカー投資銀行のフリッツ・オーベルト氏殺害は誰かの依頼でやったんじゃないのか？勤勉な男、誠実な男、オーベルト氏はそういう男だ。お前の言うところのクズとはほど遠い男だ。彼はある財閥の収賄スキャンダルを告発しようとしていた。彼をクズと言うなら君の犯罪の正当性は崩壊するぞ。依頼なんかされてないさ。彼と俺の間に言葉なんかいらない。彼？きっとあの銀行員は彼にとってはクズだったんだ。俺はそう信じるね。なぜ？彼は正しいからさ。その彼とは例の双子の子供か？その彼とはいつどこで会った？グリースハイム、その町のある公園。フランクフルト郊外、グリースハイム。グリースハイムの公園だよ。彼は砂場の砂に名前を書いた。彼は何も言わなかった。だが俺には分かった。この名前の男を殺せってことだな。言葉なんかいらないんだ。わかるんだよ、俺たちは。こんなやついらないってことがな。どういうことだ？あんたが面会した3人が同じ依頼者によって殺人を犯してるって。全く無関係の連続殺人に組み込ませることで3件の殺人が意味をなさないようにした。三件の殺人の意味、どういうことなんだ？詳しく聞かせてくれ。テンマン、ニナもフランクフルトへ向かった。ヨハン、フランクフルトで奴が何かを始めようとしている。I don't know either, boss. I'm here trying to figure out what's going on just as much as you are. I don't know why Johan is doing this. Johan is like, he's just writing a name in the sand. I don't know how he influences these people, man. It's like, this man has a true power of persuasion. But in any case, let's get to the next one. Z
最初は楽屋に入りきらないほどの花束、次はブランド物の服にバッグ、そして見たこともないような大きな宝石。 Well, okay, then. 誰から送られてくるのか全然わからなかった。 Lot of booty. あなただったのね。初めて君のショーを見たときに特別なものを感じた。特別？胸？それともお尻？目には見えないところだよ。直接楽屋に会いに来てくれればよかったのに。こんな私でもかい？え？何のこと？なんだか君は私の話を聞いてくれそうだ。The baby.赤ん坊はいつもこんなもの食べてるの？ああ、だが一緒に食べる相手によって食事はうまくもまずくもなる。私なんかいつも一人で食べてるから。あなたは大勢で食べるの？ああ、何人も金を払って呼んでくる。え？なんでそんなことするの？なぜだろうな。今思えば何人呼んでも賑やかに騒いでも一人で食事しているような気分だった。今はとても楽しいよ。よかった。これからもこうして一緒に食事してくれないかな。いいよ、うん、でもいつもこんな料理じゃ疲れちゃうけど。この頃おかしいんだ。何が？以前はこんな気持ちになったことはなかった。私はこのフランクフルトに私の王国を作ってきた。新しい秩序を作るために戦ってきた。私はヒトラー総統のようになるのが夢だった。私の夢は。This dude said he's. This man just said he wanted to be like General Hitler. You gotta be kidding me. My dream. Back that up a little bit. Yo. するために戦ってきた。私はヒトラー総統のようになるのが夢だった。私の夢はダンサーになること。今やってるのはちょっと違っちゃったけど、でも私が踊るとみんな夢中で見てる。踊ってるとなんだか気持ちよくなって。怖いんだ。こんな気持ちになったのは初めてだ。怖いんだよ。What is he scared of? 何が言いたいんだ？あ、いや、ですから、この数ヶ月に起きた三つの殺人事件なのですが。ヨハンの意思だろう。は、はい、おっしゃる通りです。ビルカー投資銀行のフリッツ・オーベルト殺害と雑貨店の娘フリーダ・シェリング殺害の意味は分かります。主文学士、この2つは私たちも把握していました。ただ貿易商エリヒ・クレンペラー、この男ご存知ですか？いや、私は知らない。それはヨハンとは無関係だろう。本当にそうでしょうか。我々はヨハンの行動を本当に把握しているんでしょうか。それともあなたは私に何か隠し事をなさっている？心配は無用だ。それよりもニナの行方はつかめたのかね？ミュンヘンの精神分析医のもとを出て、どうやらこのフランクフルトに。ニナの身柄を我々が確保することが今第一ではないかね。あなたはニナの本性をご存じないと思いますが、あの娘ヨハンの妹であることを忘れなく。あの時のあの目、
トルコ人が焼き討ちの時、私に銃口を突きつけたあの娘の目、思い出しただけでゾッとします。素晴らしいじゃないか。あなたの立てたプログラムというやつですか。私は手助けをした。 See, just this just gives me the impression that that they both were probably experimented on, but we're just kind of like kept in the dark about it, and maybe both of them is messed up with, you know, dual personality, a multiple personality. That's what I'm thinking, because people don't talk about Nina the same, but there are hints throughout since we've been watching that she's kind of like disturbed in a way. Or maybe this is just theorizing here, when it comes on to Johan, the bad part, the serial killer part, is the dominant part in his body. And in Nina, that part of her is not the dominant part, but she is capable. Like, it will leak out every now and then, you know what I'm saying? And she's just a good person overall, but it's kind of traumatizing because she's kind of like, every time those things come up, that part of her wants to emerge. And that's what's really causing the fainting and the PTSD and all of this other stuff. It could be, you know, just theorizing. すべては私の死。すべては彼が立てたプログラム通りに進行している。本当にプログラム通りにことは進行しているのか。あそこ、私のおすすめ。今度は私がごちそうするね。おいしい？ここがフランクフルトで一番のアイスクリーム屋よ。ああ、久しぶりにホッとするよ。このところずいぶん苛立っていたからね。なんで？ああ、なぜだろう。僕にあんなに敬語をつけなくていいですよ。そう言われましても、チャペック様のご指示ですので。気にしなくていいですよ。外を歩いていても僕の正体を知ってる人間なんかめったにいない。 いえ、またあなたに好き放題されると面倒なことになりますので。誰が好き放題やった？あなたの臭分を消すため3人が死んでいます。何人まで殺してもバレないから。誰のおかげでその地位にいられると思ってるんだ。組織の4人の統率者、ゲーデリツ教授、ボルフ将軍、チャペック氏、そして亡くなったあなたの父上、その父上の後釜に座ったと思い込んでいるようだが、そう簡単にはいかない。要はあなたがそれにふさわしい人材かどうかだ。本当は自分が座るべきところだったと言いたいんですか？あなたの抱えている醜聞、私は全て知ってるんですよ。それを知っている人間がどうなったか知ってますよね。私を脅そうなんて10年早いぞ。あなたを敵に回す気なんてないですよ。フランクフルトの右翼の大立て者。楽しかったよ。私も。やはり今日君に声をかけてよかったよ。またいつでも声かけて。ボディーガードなしでこうして街を歩いたのも久しぶりだ。大丈夫？送っていこうか。君が私を守ってくれるっていうのかい？
大丈夫だよ。私のホテルはすぐそこだ。すごい、ホテル住まいなんだ。これ少ないが。いらないよ。え？さよなら。おお、すまない。私のいつもの癖だ。謝るよ。私はいつも人を金で買っていた。ホテルの部屋に行って。あなた赤ん坊って呼ばれてるけど本当の名前は？Robert. What if he said, my name is Robert? Or maybe it's baby Hitler. This is very strange. Sometimes when I watch this series,Oh. Who died in the shower? Who died though? Was it the baby or the woman?もしもし、ああ、私だ。あ、赤ん坊が。赤ん坊が。殺されています。Oh, damn. She killed him. Who was she?怖くないか。大丈夫ですか、チャペックさん。顔色が悪いようですが。いえ、ですから失礼な質問をお許しください。赤ん坊を殺したのはあなたではないのですね。馬鹿げた質問だ。確認のために伺っているんです。Why would he have him killed? It doesn't make sense. 赤ん坊は各方面に流れるでしょう。赤ん坊の死によって、これまでの組織のバランスは一気に崩れるでしょう。この先、情勢がどうなるかわかりません。我々の仕事はボディーガードです。与えられた仕事は完遂します。ただ、もしあなたが手を下したとしたら、あなたを守ること自体、茶番になります。赤ん坊の死の知らせを受けてすぐに君たちを護衛に呼んだのはなぜだと思う？次はあなたの身に危険を感じるから。赤ん坊を殺した人間に心当たりがあるのですか？我々はヨハンの行動を本当に把握しているんでしょうか？It's a tough question, man. I don't know what to say. You're
全てはプログラム通りに進行している。まあいいでしょう。あなたの身柄をどこか安全な場所に移します。リトシュタインに山荘がある。あの場所は誰にも知らせてない。しばらくあそこに身を置こう。それより双子の妹だ。双子の妹の行方が分かったと言ったな。ええ、このフランクフルトに来ていました。ツーレットという安ホテル。その娘の身柄を押さえることが今は何より私の安全の保証になる。では明朝すぐに。今すぐだ。わかりました。イドシュタインの山荘へは他に2人ほど護衛が向かうように連絡しました。ああ、赤ん坊は昨夜なぜか護衛を帰らせ一人で行動してあのようなことになった。あなたには我々がついています。安心してください。ああ、先日コンベンションセンターで銃で襲われた時も無事だった。あなた強運の持ち主ですよ。ミラン、ミラン、聞いてくれ。素晴らしい人物に出会ったんだ。はじめまして、ペトル・チャペックです。素晴らしいものを拝見させていただきました。あなたの朗読会、もっと詳しくお聞かせ願えませんか。あなたの全く新しい、これを読むといい。そこに全てが描かれている。なんて美しい、なんて美しい子たちなんだ。この子たちがあなたのフランツ・ボナパルタのプログラム通りに人類の未来を担う子供たちなのですね。What does that silhouette looks like, Johann? Is Johann Franz Bonaparte? 車を止めろ。どうしたんです?この先の林道を上がっていけば、もう山荘ですよ。さっき何と言った?は?他に二人護衛が。ええ、山荘に。もうすでに到着している頃です。その二人が他に情報を漏らす恐れはないのか。は、私が山荘に向かったという情報が漏れていないという保証はあるのか。ええ、彼らは信頼できる人間です。山荘行きは取りやめだ。え、ちょっと待ってください。で、どこへ行くんですか。とにかく山荘へ行くのは取りやめだ。しかし、このまま夜中のドライブを続けていてもしょうがないでしょう。命令だ。身の危険を感じるのはわかりますが、とりあえず、山荘へ。What? Why are you... What?Yo, he panicked, bro. Yo, Johann got these dudes scared, man. Oh.
私だ。誰かいないのか。ヨハン。赤いバラの屋敷で大勢の人がそのワインを飲んで。So the people at the red, the Rose Mansion. Were they poisoned? 先に来ていたはずのボディーガードは、なぜ赤ん坊を殺した。我々は手を組んだはずだ。お前は我々に力を貸す。我々は妹を探し出してお前に。全て予定通りです。妹の身柄は我々がすでに押さえた。私に何かあれば妹はお前の思い通りにはならない。いいか、全ては私の計画通りに。僕は何僕の中の怪物、僕の中じゃなかった、外側にいたんだ。何が言いたいんだ。フランツ・ボナパルタは生きているんでしょう。ああ、ボナパルタ。この世界で。生きているんでしょう。Hold on, what did he say? フランツ・ボナパルタは That's why I said, is this nigga really France? 生きているんでしょう。You gotta be kidding me, dude. Cause I was saying the silhouette looks a lot like Johan.When they showed the flashback. Let me see if this ending is any different. Yeah, so what I'm saying is, at least let's say this in the review. Let's get to the review. My thing in this entire thing is, you know, for Monster here, and I said, and now they're winding down, so they're revealing. I think that's, it's a reveal. It's not really truly like a huge reveal, but.I saw in the flashback, and you guys must have heard me say that looks like a silhouette. That silhouette looks just like Johan, and he was talking to Franz. So, did he forget? Is this the first time he's seeing Johan? I'm pretty sure it's not the first time that whatever his name is, right? I'm pretty sure that this is not the first time he's seeing Johan. So, or maybe it is.And he didn't realize, or he just didn't remember, because he's met Franz before. So
I kind of had an inkling that Johan might be Franz, but at the same time, like, doesn't make sense. Is he? I'm still a little confused. I don't think he is. I think, I don't know. Or maybe he was the one influencing Franz. I don't think so, because isn't Franz that other dude that's with Nina's son? The other dude that's with Nina, the one that was trying to protect Nina, wasn't he Franz's son, right? Bonaparte's son. Wouldn't make sense. Johan is a bit too young to have a son that old. So I'm confusing myself at this point. You know what I'm saying? Let's just see how it plays out. I don't think that's Franz, but it kind of, I don't know. Okay. I think at this point in the story, we're coming down final few episodes. I got 10 more episodes left. I am not convinced that I know anything. We know Johan is he's a terrible person, and he influences others. Like, that's pretty much the only thing that is set in stone according to the plot. There's the Tenma part of it, which is set in stone also. We know that Tenma is after Johan, right? Don't really know quite what's going on with Nina. I have my theories about her, but those are the three characters that is the main. They are the main subject of the story, right? So it's kind of like, when it comes on to Johan, he's such a hard person to read and to find out what are his motives, because you don't really know what his motives are. And I'm guessing in these last episodes, we're going to find that out little by little as we progress through these last 10 episodes. Because he's saying, he's asking the question, isn't Franz Bonaparte alive? But we know, you know what I'm saying, like, Johan likes to dress up as people. You know what I'm saying? We already know that. So it could be that. But how could he have been alive at that point and still look the same? It doesn't make sense. You get what I'm saying? So I don't think the person, it's in this, they showed it as a silhouette, right? As Johan. I'm pretty sure it looks just like him, because I don't know what to think. I don't know what to theorize about. I'm just going to leave it at that and just let the story come to me. If you guys have any thoughts, put it in the comment section. Of course, you guys know that whenever you get to see this, do what you need to do. At the current time I'm recording this, I'm not putting up anything on the channel, because the notifications on the channel is completely broken. Like, it's not even like some people get it and some don't. Nobody is getting any notifications from the channel. So I don't know what YouTube is up to or what they're doing, or I'm pretty sure this does not apply to everybody. I think this is just me at this point. I don't know why the algorithm has kind of locked me out of not necessarily uploading videos, but sending out my notifications. I don't know what's going on. So I'm doing research at the current moment to find out what's going on with my channel, calling YouTube to find out what's going on. And I will keep you guys updated. I know it's going to be a while. It's going to be a while because I'm doing small tests. Like, I put out little videos here and there as a test on the channel, you know, to see if anybody's getting the notifications. Like, just put out a video the other day, last video I put out, and literally in about, I want to say like 6 hours, one person viewed the video. And I'm guessing that is because they checked the channel. One person in six hours. Usually when I put out update videos, I get 100 views in maybe, I'm at 100 views by about 15-20 minutes. So
I don't know what's going on. This is what it is. But you're seeing this video right now. It's probably fixed. So that was what was going on. So thank you guys so much for tuning in. As always, man, you guys have always been very supportive of my monster reaction. So I have to give thanks for that. So thank you guys so much. Appreciate y'all. Leave a like, leave a comment. It's your boy Turbo Reacts, and I'm out. Peace.